ダイソーとかの100均でこのような防犯ブザーが110円で買えるんですけど、こちらを使ってちょっと超音波の発生器を作ってみたいと思います。早速バラしてみたんですけど、こちらの部分が音を出す部分です。いわゆるピエゾ素子っていうのが入っています。今回はこの部品だけを使っていきます。こちらのピエゾ素子なんですけど、音を出すためにはこの素子に一定の電圧で一定の周波数のパルスを加えればこちらから音が鳴ります。そのパルスの周波数に応じた音が鳴りますので、例えば 100Hz の音が出したかったら、この素子に 100Hz のパルスで電圧を加えれば 100Hz で音が鳴ることになります。なので今回超音波を出したいので、だいたい超音波というと 15kHz 以上ぐらいなので、そのぐらいになるような周波数のパルスを加えればこちらから超音波が鳴ることになります。超音波を出すために、いわゆる周波数のパルスを加えるっていうことであれば、こちらの IC の555を使えば簡単に任意のパルスを発生させられるので、こちらの素子を使って作っていきたいと思います。 IC555 のパルスを発生させる回路はこのようになります。こちらの抵抗 RA と RB とコンデンサの C の値の組み合わせによって自由に好きな周波数を発生させることができます。こちらの式で周波数を決めることができます。この F っていうのは周波数です。F イコールこちらの式で表されます。こちらの RA と RB と C の組み合わせをいろいろ考えて、この F の値を決めていきます。今回だいたい15キロ、1万5000ぐらいを目指して RA と RB と C の値を決めていきます。とりあえず暫定ですけど、完成させました。こちらのピエゾ素子から超音波が鳴るはずです。周波数はこの可変抵抗の値を変化させることで変化させられるようにしました。このオシロスコープで周波数を見ていこうと思います。それでは動かしてみます。今 14.7kHz ぐらいになっています。ちなみに今こちらのマイクには超音波は入っていないので音は鳴っていません。こちらの周波数を変化させてみます。可変抵抗を変更します。このように可変抵抗の抵抗値を変えると周波数が変化していきます。戻します。この辺りから音が聞こえ始めます。これが最低です。実際に超音波が出ているかをスマートフォンのアプリを使って確認してみたいと思います。スイッチを入れます。オシロスコープの 14.7kHz ぐらいに対して、スマートフォンのアプリの値も 14.7kHz ぐらいになっていまして、確実に超音波が出ていることが分かります。なお、音量は 60dB ぐらいです。先ほどと同じように抵抗値を変化させてみます。このようにオシロスコープの値とスマートフォンの値が完全に一致しています。次に、共振について実験してみたいと思います。こちらはステンレスの玉です。こちらに先ほどのピエゾ素子を当てていきます。当てる前は 55dB ぐらいです。ステンレスの玉を当てると 85dB ぐらいまで上昇しました。このように特定の物質を当てると共振して音が何倍にもなります。いろいろ実験してみましたが、
ステンレスがいいみたいです。ただ、形状とか、ステンレスの厚さによって変わってくるので、うまく共振させるのはかなり難しいです。今回の実験は以上です。次回、これを使って、とある製品を作ってみたいと思いますので、次回またよろしくお願いします。